日本の水産に関する学科設置高等学校一覧は全国の水産に関する学科が設置されている高等学校の一覧である。社団法人全国水産高等学校長、協会会員校の一覧も兼ねる。専門教科、水産を中心に履修する専門教育を主とする学科が設置されている高等学校は本項目に掲載する。それ以外の学科、 家庭において、専門教科、水産を履修する場合については、日本の総合学科設置高等学校一覧を参照。専門教科、水産を履修しない学科、家庭は本項目に含めない。かつては、水産高等学校という校名が多く見られたが、水産離れの影響もあり、海洋高等学校に解消した学校が多い。また、他の学科との併設のため、 水産高等学校や海洋高等学校を称していない学校も多い。全体的には少子化の影響や普通化視行等により水産高等学校は減少傾向にある。内陸県である栃木県及び群馬県においても川や湖など淡水域における水産業との関わりから水産高等学校が存在する。 現存する水産高等学校はすべて都道府県立の公立校となる。なお、沿岸県の大阪府、和歌山県、岡山県、広島県及び佐賀県、並びに内陸県の埼玉県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県及び奈良県には水産高等学校は存在しない。ただし、これらの府県の中学生の水産高等学校志願者は、 特例により志願者を受け入れる他県の水産高等学校に志願できる。また、福井県立小浜水産高等学校、茨城県立海洋高校、島根県立浜田水産高校は全国から志願者を受け入れている。ありがとうございます。